最近チェーンソーマンがアニメ化して人気だから僕も真似してみようかな。詳しくは知らないけど、頭がチェーンソーになった主人公の話だよね。おっさんの手がチェーンソーになってる話だよ。それチェーンソーマンじゃないよ、ただのおっさんだから。こんな感じかな。なぜかマヤチンがチェーンソーマンになってる。でもこれすごい邪魔だよね。はい、じゃあ授業を始めるぞ。いや誰、急に出てきたけど先生。チーえい、いやめちゃくちゃ刺さってる。しかも先生、凶器を学校に持ち込んだ時点で注意しよう。じゃあ腕がチェーンソーのおっさんならセーフかな。だからそれで学校に行った時点でアウトだからねえ先生。うーん、セーフかな。セーフなの。じゃあプリントを配ってくれ。全部切り刻んでる。絶対に一番前の席になったらダメなやつ。後ろだと前に習いで友達をぶっ刺しちゃうからね。怖い、怖すぎる。でもマヤチンより身長高くてよかった。バナナ君より背が高いよ。チェーンソーの刃が上を向いてる。この身長ならちょうどバナナ君の後ろぐらいだよね。はい、じゃあみんな一列に並べ。前に習いは、前に習いだけはやめてくれ。じゃあみんな前に。あー、やっぱり前に習いだ。前に小さく習え。助かった。